1> 1番教室で女の先生と男の学生が話しています男の学生はこの後すぐ何をしますかそれでは今日の授業は終わりです宿題の作文は来週忘れずに出してください先生何か手伝いましょうかああ、うん、どうもありがとう。 私はパソコンを片付けるからうーんじゃあ黒板消してくれるはいあと CD プレイヤー先生の部屋に持っていきましょうか CD プレイヤーは次の授業でも使うからそのままにしておいてありがとう男の学生はこのあとすぐ。 男の人と女の人が話しています。 男の人は友達のお見舞いに何を持って行きますか鈴木さんが入院してるって知ってたうん。私昨日お見舞いに行ってきたんだ思ったより元気そうだったよあ本当よかった僕も今日行くつもりなんだけどお見舞いって何持っていけばいいと思う私は花を持って行ったけど鈴木さん 入院生活が退屈だって言ってたから雑誌か何かがいいんじゃないそっかじゃあそうしようあと果物でも持って行こうあ果物ね手術したばかりだからまだ食べられないと思うよ飲み物の方がいいんじゃないジュースとかあそうだねそうしようありがとう 男の人は友達のお見舞いに何を持っていきますか<番> 男の学生と女の学生が話しています女の学生はケーキをどう切りますか先生がこのケーキみんなで食べようってえ本当じゃあ私が切ろうかえっと何人いる僕たち四人と先生ああどうやって切ろうかまず四つに分けて その中の中一つを半分にすればいいよえっでもそれじゃ二人分小さくない僕と佐藤さんは甘いものがそんなに好きじゃないからそれぐらいがちょうどいいよあそうじゃあそうさせてもらうね女の学生はケーキをどう切りますか 4番会社で男の人と女の人が話しています女の人はこの後何をしなければなりませんか2時からの会議準備はできたはいこちら頼まれていた資料のコピーですあありがとう会議室は何時まで予約してくれた1時半から4時で予約いたしましたうん。 そのぐらいでいいでだろうそれと始まる前にエアコンをつけておいて今日暑いからはい会議の時はお茶を出した方がいいでしょうかうんお茶の準備は中田さんにお願いしよう僕から頼んでおくよ女の人はこの後何をしなければなりませんか 5番男の人と女の人が話しています男の人は箱に何を入れますか引っ越しの準備手伝いに来たよありがとうえーっと何をしようかそれじゃあそこの本を箱に詰めてくれるわかった cd も入れるそれは友達にあげることになってるからそのままにしておいてうん。 あとこっちの鍋とかフライパンもう使わないから箱に入れちゃってでもお皿は私が入れるから置いといてうんわかった男の人は箱に何を入れますか 6番？学校で先生が話しています。学生は明日何時に教室へ来なければなりませんか？明日は皆さんが調べたことについて、パソコンを使って発表してもらいます。発表の時間は一人10分です。明日はまず9時から30分間練習をして、その後で。 発表を始めますパソコンの準備がありますから練習が始まる10分前に教室に来てください学生は明日何時に教室へ来なければなりませんか 一番。女の人と男の人が話しています。男の人が夏休みに海に行った一番の目的は何ですか 林さん、夏休みはどこか行ったうん今年の夏休みは海の近くの温泉に行ってきたんだいいね温泉でゆっくりしてきたのうんでもそれより今回は花火大会が見たかったんだ海岸で見られるんだよそうなんだじゃあ泳いだりはしなかったのうんでも水族館で泳ぐ魚を見てきたよ 男の人が夏休みに海に行った一番の目的は何ですか 2> 2<番>家で 女の子とお父さんが話しています。女の子はどうして残念だと言っていますか んん、じゃったうん、もう降ってないよ。へえー、残念これから友達のところに遊びに行くのに。どうして雨だと歩きにくいでしょう。服も濡れるし。それに濡れたら風邪ひいちゃうよ。でもせっかく買ってもらったのに。ああ新しい傘のことそう。とってもかわいいから早く使いたいんだ。 女の子はどうして残念だと言っていますか3番 女の留学生と男の学生が話しています。女の留学生はどうして来週の国際交流会に行けませんか 来週姉が日本に来るんだ。そう。お姉さん何日ぐらいいるの一週間。じゃあ国際交流会に一緒に来たら来週は外国人のための着物教室があるって聞いたよ。ほんといいね。いつ水曜日の1時からえ、ちょうどその時間は姉を迎えに空港に行ってるんだ。 だからその日は無理だなぁ。そっか。残念だね。うん。姉が来たら週末には一緒に京都に行くんだ。生け花もやってみたいって言ってるし、忙しくなりそう。女の留学生はどうして来週の国際交流会に行けませんか 4番留学生が話しています。この留学生が日本に来た目的は何ですか はじめまして、マリアと申します。今は日本語学校で勉強しています。国の大学にいたとき、日本人の友達とよく日本の映画を見たり、日本料理の店に行ったりしていました。それで和食に関心を持つようになりました。来年、専門学校で日本料理の勉強をするつもりです。 そのために日本に来たので学校に入れるように頑張ります。将来は国へ帰ってレストランを開きたいと思っています。この留学生が日本に来た目的は何ですか 5番カメラ屋で女の人と店員が話しています。店員は今年のカメラはどう変わったと言っていますか すみません。この2つのカメラ、どうしてこんなに値段が違うんですか値段が高い方は今年出たばかりの新商品で、安い方は去年のなんですよ。へえ。それで何が新しくなったんですかサイズは同じですね。はい。そうなんですが、重さは3分の2になったんですよ。ちょっと持ってみていただけますかあ、本当だ。 他にはどこが違うんですかそうですね他には特に色も前と同じで5種類ありますしそうですか最近は水の中でも使えるカメラがあるって聞いたんですけどこれはええそれはどちらもできますよ店員は。 今年のカメラはどう変わったと言っていますか番会社で 女の人と男の人が話しています。女の人はどうして飛行機を使いたいと言っていますか あの、課長。今度の出張は飛行機を使っていきたいんですが。え新幹線の方が安いんじゃないの乗ってる時間は飛行機の方が短いだろうけど。ええ、そうなんですが、出張先の会社が空港からは近いんですが、新幹線の駅からは遠くて。うん。始発の新幹線で行っても会議に間に合いそうもないんです。 じゃあ新幹線だと前の日に行ってホテルに泊まらないといけないのかはい結局飛行機で行く方が安くなるのでそれなら飛行機を使う方が良さそうだね女の人はどうして飛行機を使いたいと言っていますか 1一番男の人と女の人が話しています明日の山登りの準備できたうん大体できたよ暖かいジャケットは荷物に入れたうん荷物が多くなっちゃうから入れてないさっき天気予報を見たら明日は晴れるって言ってたよいや山の上は急に雲が出てきて気温が下がるっていうことがよくあるんだよ そうだね。うん。この間も。朝は青空だったのに。途中で風が強くなって大変だったんだ。そう。男の人が伝えたいことは何ですか?。一。荷物を減らした方がいい。二。 上着を持って行った方がいい。3。天気予報はよく当たる。4。明日は天気が悪くなる。 2番、2> ラジオで男の人が話しています最近嫌な匂いを消すための製品がよく売られていますねしかし例えば食べ物が腐っている匂い何か燃えている匂いこういう匂いが全くなかったらどうなるでしょうか体の匂いの変化でわかる病気もあるそうです匂いが感じられないということは危険でもあるのです いろいろな匂いを感じながら毎日の生活を楽しむこれが自然で健康的な生活だと私は思います男の人はどんな話をしていますか <S 1> 1 <S に匂いの消し方匂 <2 S 2> いの種類が多いということ。 3. 匂いが大切だということ 4. 匂いの楽しみ方 3. <番>テレビで ゲームを作る会社の社の員が話しています私は去年まで子供向けのお店経営ゲームを作っていました具体的には子供がゲームの中でパン屋や花屋の仕事をやってみることができるというものですしかし今後はゲームであっても大人が会社の経営について学習できるようなものが作れたらいいと思います例えば これから自分で会社を作りたい人たちのために実際の会社経営をイメージしながらできるものを考えています社員は何についいてて話していますか1前の仕事での失敗 2, 2会社経営の方法 これからやりたい仕事。これから学習したいこと。 1番先輩が荷物をたくさん持っていて大変そうです何と言いますか1一つ運んでもらえませんか <S 2, 2 <S 手伝ったらいかがですか3お持ちしましょうか 2>, 2番机の上に友達の帽子があります何と言いますか1帽子忘れてるんじゃない 2, 2帽子持っていかないで 3, 3帽子置いておかないと 3番「病院に先生のお見舞いに来ました」「何と言いますか? 1」「1お見舞いにいらっしゃいませんか? 2> 2」「2あの具合はいかがですか?」「3よく来てくださいました」 4番会議の時間に間に合わないので会社に電話をします何と言いますか1あの少し早く着くと思います 2, 2あの少し急いでくれませんか 3, 3あの少し遅れそうなんですが 1> 1番あシャツのボタンが取れそうですよええ私も聞きましたあっ気が付きませんでした 3> 3取れるといいですね。 2番。この間頼んだ書類、できてる ?1。1> もうできたんですか 2>, ?2。すみません。今やっています。3。そこに置いといてください。 3番私今からコンビニに行くんだけどついでにお弁当を買ってこようかいいよ後で行くからああ買っていくよ 3> 3えっ行けないよ 4番この本山田さんに渡しといてくれない 1, 1山田さんにもらっとくよ 2, 2山田さんに必ず渡してね3会えるかどうかわからないよ 5番せっかく来てくれたんだから今日はゆっくりしていってねええゆっくり歩いていきますじゃあそうさせていただきます 3> 3いやおかげさまで。 6番海外出張行くんだっていいなぁ大変な出張だったよ 2, 2お土産買ってきてね 3, 3でもずっと仕事だよ 七番。木村君。これ。社長が書かれた本なんですよ。一。あ。拝見します。二。はい。お見せします。三。では。お目にかかります。 8番どうぞお入りくださいすぐお茶入れますから 1, 1ごちそうさまでした 2, 2あお構いなく3よく来てくれましたね